ホリーヘッドは、ウェールズ北部のアングルシーにある港町。アイリッシュ海の対岸には、アイルランドの首都ダブリンがある。人口13,659人。聖、キビ教会同人類は4000年前から、ホリーヘッドとアイルランドを行き来したことが、考古学的な研究からわかっている。市街は古代ローマのカストラの内側に建てられた聖、キビ教会を中心にして形成された。 ローマはまた、ホリーヘッドさんのマニズイトールという戦士時代のヒルフォートに暴露を設けた。戦士時代から人類が定住していたとされ、円形の住居、墓所、列席が全英有数の濃さで見つかっている。16世紀半ばにアングルシー島とホリー島は、石橋で初めて結ばれた。この橋は、ホーリーヘッドから南に4マイルの位置に建設されたので、 フォーマイルブリッジと命名された。1822年、ホーリーヘッドに近い位置に土橋が建設されて、アングルシー島との行き来が改善された。この橋は地元では、コブと呼ばれている。トーマス・テルフォードがロンドンとの間で、郵便馬車街道を整備すると、ホリーヘッドは、ロンドンとダブリンを結ぶロイヤルメールの幼地として、地方を固めた。街道の終点であるアドミラルティアーチは、 1821年のジョージ四世行幸を記念してトマス・ハリソンが1822年から1824年に掛け制作したものでアイリッシュメールをゴンキの象徴とされるロンドン・リバプール間で鉄道が開業した1839年には AI 郵便拠点の座をリバプール港に一時取って変わられたが1850年にチェスターホリーヘッド鉄道が開業 ホリーヘッド駅が設けられると積み出し港として復活した。この路線は現在ノースウェールズコースト線となっている。開示におけるホリーヘッドの重要性は全長 2.8km に及ぶ防波堤が築かれた19世紀後半に頂点を迎えた。これによって港はリバプールやランカシャーの工業地帯へ向かう船舶を荒波から守る安全港になった。 海にまつわる遺産は海事博物館に保管されている。2001年 A5 号線に並行する高速道路の A55 号線がホーリーヘッドまで開通した。これにより北ウェールズヒーテはイギリス全土の高速道路網に乗せられた。このハイウェイは欧州ルート E22 号線に指定されているため建設費用は主に欧州連合が拠出した。アングルシートでは PFI 方式が取られた。ホリーヘッド港のフェリーターミナルは年に200万人以上が利用する。欧州最大手のフェリー企業、ステナラインおよびアイリッシュフェリーはイングランド北部内ウワールズとアイルランドとを結ぶダブリン便ンとダンレアリービンを運行している。ホリーヘッドさんの向こうのサウススタック灯台は一般に開放されている。バードウォッチャーの間でもこの辺りは人気である。 ノースウェールズコースト線の終点であるホリーヘッド駅が所在し、アバンティウェストコーストによってロンドンユーストーン駅への長距離列車がトランスポートフォーウェールズによってカーディフセントラル駅などへの列車が運行されている。リオティント参下のアングルシーアルミニウムが郊外に大規模なアルミニウムの製錬所を設けている。近くでは防気サイトも生成される。 ジャマイカやオーストラリアから運ばれてきたアルミニウムやボーキサイト原石は港に停泊中の貨物船から地中のベルトコンベーヤーを通じて直接工場にもたらされる。精錬所は、ケマイス近くのウィルファ原子力発電所から電力供給を受けているが、原発の発電許可が2012年に切れるため、工場の財務健全性の問題が浮上している。イギリス諸島に見られる。 海洋性気候で、夏は涼しく冬は暖かい。アイリッシュ海に臨むため、風が強い。最寄りの速攻所は、市外の南東7キロメートルのバレー空軍基地にある。ホリーヘッドは1927年のナショナル、アイステズボット開催地になった。アングルシー海岸遊歩道の奇襲点でもある。かつての修道院付属礼拝堂には、常設芸術展、パフォーマンス、ワークショップ、 映画上映などを行う芸術会館、ウチェルドールセンターが入っている。また、ウェールズ初の急難艇倉庫とされる建物にはホリーヘッド開示博物館がある。2001年の国勢調査によると、ウェールズ語を話す住民は全体の47%を占める。最もパーセンテージが高い年齢層は15歳で、66%がウェールズ語を話すことができる。 町の主要なサッカークラブは、ホリーヘッドホッツパール FC で、ウェールズ2部のキムル・アライアンスでプレーしている。ホリーヘッド・クーエル・フォル・アスレティックは、ウェールズ6部のアングル・シーリーグに所属する。島の断崖は、コースティアリングのポイントとなっている。2008年初頭にダニエルとバーニーのジョーンズ兄弟が、開いた、ジェディ教の早々期の教会がある。ホリーヘッド高校はイギリスで、 最初の総合中等学校である、ありがとうございます。